ンポン。バレパリキミミファイヤー、勝手に燃えてろ。まあ容易ですけど、やめろやめろ、燃えじゃねえよやめろ。ウェイウェイ、今日はバレて秘蔵のウェイウェイアイテムで揚げ丸水産ピエンピエン。どうでもいいけど、お前今日そのテンションで行くの？バリピ御用達の超揚げ揚げサンダルのアイテム、さあ揚げていきましょう。ヘリウムガス、えらい定番なやつ出てきたな。これで私浮きたいと思います。物理的に揚げる感じ。じゃあ吸います。え、お前ヘリウムガス吸っても浮けるわけじゃないぞ。あれ、浮かない。声がそもそも違う。え、いや、ヘリウムガス吸ったら普通声が高くなるやろうが。量が足りないのかな。そういう問題じゃねえんだよ。浮かない。あれ、声まんまやな。ゆかりちゃんのことやからまた別の声とかになるかと思った。こんにちは。声高っ。スイノちゃん、その声どうしたんや。さっきめっちゃヘリウムガス注入された気がして。何その異次元リンク。こんにちは。声低いな、てめえはよくわからん風か。こんにちは。お前うちの声使うんじゃねえ。声を出せ。こんにちは。なんでお前は今更普通に声高えんだよ。あ、そろそろ浮く感じする。そろそろ。浮く感じって時間差で来るものなの。ゆかり、浮きまーす。顔だけ。目標達成。はい、よかったね。ピンポン。懺悔なさい。は？懺悔なさい。そこの最近お腹周りを気にして効果があるかわからない野菜先食べダイエットをしつついつも。うわ、めっちゃ切れてる。めっちゃ切れてる。ごめん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 。さあ、この高校生を見なさい。切り替えのテンポを出すにやろう。純白のオーラ。黒煙が見えますね。白い羽。虫かな？天使のような輪っか。それは輪っかだよ。懐かしいな、おい。オーラ、羽、輪っか。私こそまさにボイスロイド界の。めっちゃ燃えそう。さあ、懺悔なさい。今日無駄にゲーム関連でボケてくんの何なの？懺悔なさい。しゃあないな。うん、実は私の友人から先日友人の顔をプレゼントされたんですが。顔をプレゼント？え、怖。お前だよ。その顔、実は振動機能がついてて不気味だったので、こっそり燃えるゴミとして出してしまいました。こんな私をお許しください。大丈夫、いくらでも成功する。いい、ごめん、本当にいい。バッタは？バッタも必須だから。バッタ捕まえてきたから。いらん、マジでいらん。なんで？私の顔といえばバッタでしょ。そんなラーメンといえば餃子でしょ。みたいな感覚はそこにはねえよ。じゃあ、この物体 X つける。よろしくお願いします。お面だけ押し付けられた。もうすでに1個あるのに、これ以上どうすんねん。ピンポン。ルイス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 、わあ、リツリツリツ、わあ、あ、クンカ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 、スーハー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 、いい匂いだなクンクン。わあ、ルイスフランソワーズ、ガンの桃色ブロンドの髪をクンカクンカしたよ。クンカクンカ、間違えた、マフマフしたよ。このメッセージは2006年12月。待て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 。え、今日、ルイズちゃん、誰がルイズちゃんだドアホ。なんやねんこいつ。これは、クギミア病？は？ L 型？肩とかあんの？クギミア病とは、声優のクギミアルヤが担当したキャラに対して、クギューン毒性を発する病気。肩は感染元となったキャラクター名のアルファベットであり、L はルイズ版を表している。肩は S 型、M 型が有名だが、細かいものを入れるとその数は膨大だ。ええねん、そんなこと解説せんでも。ちなみに私は S 型。風邪の症状、私は鼻から。みたいに言われても。僕は M 型。おい教師。僕は MM 型。うるせえ、聞いてねえんだよ、帰れ。僕はイケメン。何の話してんだ、てめえ。やれやれ、みんなそんなに声を荒げてみっともないくげねえ。ラビ侵食されてる分際で何言ってんだ、お前。はい、せーの。うるせえ。卓今日は薬日や。息抜きに今ハマってる某錬金術師のアニメでも見るか。あれ、この鎧の声の人。ええな。ええ、ピンポン。あれ、なんやこれ、下駄箱になんか入って。ここここ、これはラブレター。落ち着け落ち着け、こういう時は基本的にやつの仕業。ちゃんとしたリサーチが必要やな。こっそり覗いたる。何してんのあいつ。あ、なんか持っとる。やっぱりあいつの仕業か。ちょっと遠くて見えないんで双眼鏡。何持ってるの。会話すんな、盛り上がってんな。のせんな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 。今度あかりちゃんに紹介しよう。バカかてめえ、やめろ。スイノちゃんはなんか知ってたりするんかな。そんな。ウルグル、ウルグル。何の儀式。おい教師。うむ、ライオンおろしの果実とマブソタケを入れるべきだな。イエッサー。
の立花のこいつってか、ライオン殺しとマグソタケってなんや。ライオンの口に引っかかり、あまりの痛みのために餌を食べることができず餓死させたという果実。ライオン殺しとマグソに生えるキノコ、マグソタケを使うのか。無駄に詳しいな歴史教師。うん、ようわからんな。あいつらじゃないとすると誰なんやろ。あ、てかまだ手紙の中身見てなかったわ。ま、こういうのに限ってラブレターじゃありませんでしたっていうパターン。割とガチの内容。まあとりあえず指定された場所に向かうか。誰もおらん。やっぱりいたずら。びっくりした。あなたは何やったんや。バナナで足が滑って謎の物体 X が青の方向に飛んできた。